操作型近接上光顕微鏡は、近接上光という特殊な光を利用した操作型の顕微鏡のことである。しばしば、ムシサムとも呼ばれる。細いプローブで資料を操作するという点では、操作型トンネル顕微鏡や、原子間力顕微鏡などと同様の仕組みであり、スノムも操作型プローブ顕微鏡の一種類といえる。操作型近接上顕微鏡の原型これまで、 顕微鏡の分解能は長い間、レンズ等の光学部品の精度で決定されてきたが、光学部品の加工精度が十分に発達した現在では、従来の光学顕微鏡の分解能は、光の解説限界による、光の半分の波長という制限に縛られている。光の中の波長より、小さな物体には、光電場により、原子の電気双極子が有機されるが、 この電気双極子が作る振動電界のうち、この小物体の直径程度の極近くにある電磁界は周囲へはほとんど電波せず減衰する。この発生した電磁界が近接状である。さらにこの近接状の中に微小な物体を散乱体として置くと、再び電波光となるのでこの微小な散乱体を観測することが可能になる。この新たな光が近接状光である。 同様の効果により光は波長以下の極微細な穴を通すことで近接状となり、資料に作用して近接状光が発生する。これにより、光の波長による光学分解能の限界を超えた光学的観察が可能となる。ただ、近接状はその名の通り発生点の近くでしか存在しないため、 近接情報を発生するには穴そのものを観察対象となる資料に近づける必要がある。またそのままでは資料の点データしか得られないため平面の画像データを得るためには近くで中央二次元的に動かしてやる必要がある。資料を反射したり透過した散乱光や蛍光の強弱を表面または裏面から検出し近接情報の位置データと合わせることで 資料の二次元画像が得られる。スノムの派生型では、穴を通した光ではなく、絞った光を、SPM のプローブのような細い棒の微小な先端に、当てて近接光を得る方式や、光の反射面に生じる、近接光を使うものがある。利点、スノムは、光学顕微鏡であるので、真空中での観測や資料への、金属白状着という処理を必要とせず、不動体でも構わず、 大気中で非破壊的に観測を行うことが可能である。欠点操作するため、リアルタイムでの観察が行えない、操作型トンネル顕微鏡ほどの分解能は期待できない。1928年、イギリスの科学写真により、狭い開口部により、光の解説限界を超える顕微鏡のアイデアが考案されていたが、技術的困難さのため長い間実現しなかった。 長い間、彼の考えは忘れ去られていたが、1972年にマイクロ波領域で実験的に検証され、やがて1984年、ポルラの論文をきっかけに実用的な操作型近接上光顕微鏡の原型となる開発が行われ、1985年には光学測定機器の解説限界を超えた20ナノメートルという高い空間解像度が実現できた。 マイクロピペットのテーパーを改良し液体を満たすことによってさらに高分解能のスノムが実現した。最近ではマイクロピペットの代わりに細く絞った光ファイバーを用いるスノムには大きく分類して2つの検出方式がある。照射モードプローブの周りに発生させた近接条報で資料を照らしプローブ先端と資料表面との相互作用による散乱光にて 資料の光物性を知る方式。就光モード直接、資料に光を当てて、資料の周りに近接情報を発生させ、それをファイバープローブ先端で検出して、資料の光物性を知る方式。また、原理で述べたように近接情報の測定方向の違いで反射型と透過型に分かれる、以下のようなスノムから発展した顕微鏡がある。STM や、 他の先端派生技術による多様な改良機種が存在するので、すべてはここでは網羅されていない。コトン操作型トンネル顕微鏡プリズムに全反射させた時に生じる近接条項を資料に当ててプローブで操作する。向かい向近接上顕微鏡アフム装置の感知レバープローブ先端部を近接条項の発光源とする。 反射モード近接情報操作顕微強行ファイバーの代わりにアルミマク付きガラススライドで近接情報を作る。近接上磁気光学顕微強行弾性変長器とその変更変長された光を使い、カー効果を利用して磁気工学的に資料の磁気分布を読み取る機能を持つ。質問。磁気と同時に資料の形状を操作できるものもある。ありがとうございます。